マダガスカル海シは、長ク高,高木高かおじろシ族に分類される鳥類。マダガスカル北西部固有種全長70から80センチメートル。翼海長200センチメートル。全身の羽衣は黒か色で、頬や喉、側首の羽衣は白い。お葉は短く、色彩は白い。くちばしや甲子は黄色。幼鳥は、お葉が灰色で、くちばしが黒い。海岸や湖。 大型河川などに生息し、マングローブ隊に生息することもある。植生は動物食で主に魚類を食べるが、甲殻類なども食べる。水面に浅く飛び込み、獲物を捕らえる。他の鳥類の獲物を強奪することもある。繁殖形態は卵生。6から7月に断崖や水辺にある木の枝に木の枝を組み合わせた巣を作り、1回に2個の卵を産む。 放乱期間は41日、育数期間は百0 8日。開発による生息地の破壊及び輸送儀の減少、土壌の流出による水質を抱く、狩猟などにより生息数が減少していると考えられている。1940年以前はマダガスカル西部の沿岸部広域に、1975年以前は南西部にも分布していた。 1982から1986年における繁殖個体数は40ペア、生息数は96は、1992年における生息数は100ペア以下と推定されている。ありがとうございます。